ショータイムゴルフの勝也と、ショータイム勝也の翔太だ。エンターさん、エンターさん、はい、はい、今日の企画はコブボールと曲がらないボール、はい、今日はこのボールを使って対決していきたいと思います。両方とも違反、違反ですね、これで。チームパワーとチームアメリカで、うん、チームアメリカで。こちらが飛ぶボール使って、チームアメリカはこの飛ぶボールね、飛ぶボール、うん、はい、でパワーがポララ、うん、ポララ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 、行っていきましょう。はい、そうしよう、はい、じゃあ、はい、ニュークラブを買う、負けたらクラブ買う、はい、ということで、じゃあこちらまずお手軽コース、お手軽コースですね、うん、エントリーモデル、エントリーモデル、めっちゃ軽いでしょ、めっちゃ軽いし小さいし、しかもなんと軽い、 お値段も軽い、間違い、1万7000円ですよ、来てる、うん、でこっちは1万7000円だった、マグネット付きの2万2000円、あ、マグネット付くの違うんだ、あ、そういうこと、でも5000円しか変わらないし、高低差も測れる、高低差も測れますから1万7000円は安いね。でマグネットとこのバイブも気持ちいいで、バイブついてる、これでも値段が1万円下がって、なんと1万5000円、大きさもねちょっと変わって、3万5000円と2万5000円、うん、違いはこれ、あの色付き、こうやってやるとそっちフル装備、赤い、あー本当だ、あとフォグモードもあるよね、これ違いはもう赤色表示だけで、基本的に、ね、手ぶれもついてるし、しかも霧でも当たるっていう、それすごいよ、表裏あるんだ、NFT、DAYC っていう NFT だとめっちゃ有名で、うん、それ1個買うのに数千万から億ぐらいの、ね、ルールは何、ベストでしょうか、ベストストローク、うん、ベストストローク、いい方のボール、いいスコア、いいスコア、いい方のスコアね、オッケー、オッケー、149、嘘、149、あ、147、ああ、じゃあちょっとこれ無理だ、ピ、失礼、どこだ、いいね、いいボール、ナイス、アトマックス慣れてきた、うまっ、ピピ、もうそのボールやめられなくなるよ、薄い、逆にこれめちゃくちゃ飛んでね、飛んでる、うわ飛んでるわ、マジで意味わかんないこのボール。ドライバーは大玉で飛んでくんだ、こう52でいいんじゃない、エンタ、うん、俺もそう思う、フォローだよ、フォロー、いいかも、いや逆にいいんじゃない、逆にいい、ダン、おー、ナイス、ナイス、慣れてきた、慣れてきてる、慣れてきた、いい感じにダフってた、うん、そういい感じにヘビーだ、おしゃれに、おしゃれに、おしゃれダフり、エクスプロージョン、そう、エクスプロージョン、ティーショットで、おお、ちょっとおしゃれに、ちょっとヘビー、いやでもこれも良さそうなんだよ。おお、ちょうどいい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 、あれで抑えるから俺ら、そう、ターフの、ターフで抑えてる、ターフで抑える、ダフリで抑えるそう、ターフで抑える、抑え込むんでしょいいダフリでだった、後ろに乗るよ、確かに壁があるよ、やばいね、右は壁だし、左は壁だし、壁だし、あこれをやってるからね、そうね、耐えてる、最近トレーニング調達してるから、パン飛びすぎた、俺多分もうどっか行ってる、バンカーぐらいまで行ってる、あーバンカーだ、意味は分かんないぐらい飛んだねダフってちょうどなんだよ、だって、そうだ、いや、やばいよ、豊田さん結構寄ってるわ、でも俺どれなの、豊田さんが一番近いやつ、俺近いやつ、まあまあ近いやつ、一番近いやつ、 AGE、 AGA、 AGA、 AGA 治療、 AGA だっけ、うん、AGA、 でどういう治療だって、あれでも女性ホルモン打ったりするんじゃなかったっけ、確か違ったっけ、確かそう、確か筋力落ちるよね、うん、体ぶよる、それはダメだ、うん、そう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 、うん、それやってんのかなと思ったんで、誰がんやってねえわ、いやいやいや、え、なんか言った言ってるよ、なんだって、言ってねえわ、なんだ、いやいやいや、言ったじゃねえ、言ってない言ってない、言ってるよ、なんでそんないちいち反応すんだ、怖い怖い怖い、いやちゃんとやっぱプロだから、キレゲーのプロだからゴルフじゃないね、拾わなきゃいけないから、そう、さすが
激ムズ。うまっ。スピーク入る。あ、おお、うまっ。マジうまい。なんか硬すぎる。すら勝っちゃ何番で打った9。弱い弱い。あー、悔しい。ショートはダメだ。悔しい。まあパーだからね。はい、俺狙うわ。来い。重い。弱いわ。急に重いな。惜しい。えい、そしたらパター壊れてね。いや、これ。うわー、右出しすぎ今の。惜しい。オッケー。なんで今の落としたの。すいません、やったわ。ナイス。うまっ。ナイスパー。うまい。ナイスパー。うまっ。やべ、俺が入ってね、もったいね。オールパー。でもパターちょっと難しいね。2アンダー。あ、違う、2打差。2打差。2打差で今あと2ホール。そう、まだある。いける。次でバーディーとボギーだろ。ここさ、ボール曲げらんないのきつくない？そっか。1ミリでもいいから曲がってほしい。曲がってほしいね。しかも最終さ、ワンチャン池越えない説ある。ティーショット確かに、確かに。キャリーだときつくね。太った。え、太った。てかバンジーいつやん。そうだよ。太らしくやってねえよ。そんなあってねえよ。太らしくそんなあってねえ。この前のスシローとかもさ、めっちゃ食ってた。めっちゃ食ってた。だってその前に俺、その前にモスバーガー3つとモスチキンとポテト食って、そう、スシローで30皿。いいな。え、行ったの一緒に。何ヤードなんだろう。耐えてくれよ。おお、いや、でも曲がってる。いや、完璧じゃん。完璧じゃん。これ完璧だよ。本当？ちょっと待って。いや、こいつ。ふざけんなよ。なんだよ。バレたよ。バレたよ。翔太も打ってくれると思ったのに。翔太も打っちゃえば。あっという間に2打差ひっくり返ったのよ。ふざけんなよ。なんだよ。気づくなよ。ふざけんなよ。うそ。うそ。うわ、つまんねえ男だわ。2打差なんて簡単にひっくり返ったのよ。ふざけんなの、マジで。俺ここにさ、T 刺したらさ、そこで打つのって言うから。いや、だから俺言ったじゃん、そこで打つ。そういう意味で。そうそうそう。だからそしたら、左側にティアップ。勘優しいなって思ってさ。そしたらさ、左側にティアップしちゃうじゃん。バカだわ。言ってよ。勘優しかったのにな。優しいな。そこで打つの。ジェントルだわ。おもろ。そこから打つのって言ってあげたの。動画的にはすごいよ。ちょっと待って。プレッシャー半端ないね。右危ないな。特にボール高いしね。うん、ちょっとやばいよ。で、左もそのボールだと突き抜けるの。完璧だわ。完璧フェード。もううまっ。しかもめっちゃいいスピン量。アトマックスもう使うかもしれない。アトマックスのマジでやめらんねえよ。てかもう打って大丈夫。あ、大丈夫。大丈夫、大丈夫。300何ヤード。飛びすぎる。絶対この通り飛ぶと信じて。いい。いや、その通り飛んでるわ。これなんか頑張ってスピン入れたね。うん。今のいいね。ちょっと上手い。今いいね。球浮いた、うん。普段スピンが入りすぎるところで打つべきじゃない？もう。そうだね。それしか方法がない。ちょっともう GoPro を使います。は？野田ね。この方向、それあの、これなんか普通のボールに戻したすんげえ、すげえスケスライズしてるから、しそうだね。逆に飛びすぎちゃって やばいんじゃない？スケートから。ふっ。確かに熱い。こっちはこれこう押すだけで大丈夫なんですけど。これなんか。あ、やばい。うまいうまいうまい。やばい、うまくねえ。跳ねる跳ねる。ほら、うまい。ほんと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 。消すときも横のボタンが。やっぱむずいわ。すげえ飛ばさってるわ。あらす。
やっぱ上っ面しかないわ。上っ面しかない。特に思うじゃんこんな後ろ。思わんやん。思わねえだろ。思わねえだろ。思うじゃんこんな後ろ。マジでどんな言い訳だ。何回やるのよこれ。やばい。いやけど翔太いい球だったな。翔太すげえ。もう使いこなしてるな、アトマックスは。アトマックスして自信しかないでしょ。自信しかない。アトマックスして、もうなんかさ、速攻でなくす自信あるけどして。もう普通にさ、華やかに OB でいいじゃん。3000円飛ばす。俺も3000円飛ばす。ノリロケよ。土手、跳ねて結構土手に当たった。でもまあまあ転がった。ラフだ。そんなに俺もラフだった。あった、これこれ、ツーもうちょい先。ツーだ、ツーだ、ツーだ、結構残った。ツーだ、だいぶ残ったね。これ俺じゃね。うん、俺もうちょい左だったもん。もあとは、あとだわ、あと193マントルしてる。翔太どこ？あれじゃない？え、あの木の下？うん、飛んでる飛んでる。やべえ、130ヤードくらい置いてかれてる。飛ばな。え、めっちゃ長い。アマチュアに厳しい。飛ばな。アマに厳しいな、このプロ。ていうか俺 T ショットポララでちょうどいいんだけど。いいよ。一番あの危なくないところ。180ヤードやばい、193ある。翔太いつもこのぐらいじゃん。いや、やばいって翔太。え、普段はどんくらい？普段こんくらいだよ。この辺、翔太いつもここら辺。そんなわけないじゃん。飛んでんじゃん。翔太ここら辺だ。翔太大体この辺だもん。そりゃさ、セカンド常連だわ。そりゃハゲるわ。あ？剛毛だわ。ああ、やべえ、これでかいかも。なんか超フライヤーしてない？そんなことない。いや、ちょうどいいちょうどいい。おー、ナイス。大丈夫、大丈夫。え、7 190？ うん、なんかアイアン全然影響受けねえ。6番で180ヤード。うわー、これ左バンカー。まあまあまあ、まあまあ、奥のバンカーかな。6番ラインに逆らえず。翔太もや、翔太やべえ飛んでるな。あそこは行ったことない。あれやばくね。行ったことない。普段マジでこんぐらい。何ヤード？118。サンキュー。やばくない？マントビ感じた俺。340ヤードで。マントビ。いや、飛ばないのよ普通。柔らかい。ダンダンダン。おお、止まれ。ナイス。ナイス。ちょっと謝りに行った。慣れてきた。謝るわ。こんな飛ぶ？半歩じゃないんだけど。え、72ヤード何ヤード飛んだの？これアトマックスなら乗るな。乗るね。待って、68ピン奥です。はい、60度。ちょっと合ってんな。うん、合ってる。すごい音。やばい音。うまっ。止まって。あ、止まんな。止まりはしない。あ、止まんないね。まあまあけどナイス、距離合わせたよ。すごいやらかしてくれたらな、翔太が。完璧に使いこなしてる。出だしからセカンドを合わせればよかったな。二打罰やめろよ。出だしから二打罰だもん。ティーショットで二打罰で構えてるもん。けど OB の恐怖がないゴルフってつまんねえんだな。あ、そう。あ、めっちゃ楽しそうだけどね。いや、何よりも飛ばないゴルフが面白い。うん、つまんない。やっぱ飛んでなんぼだわ。この中でゴルフやってるのすごいな。ね、これで ね、これでセカンド、まあそりゃ飛んねよな。やべ、初バンカー怖っ。誰のこと言ってんの？誰のこと言ってんの？いや、別に誰とは言ってないけどさ。俺じゃないよね。あ、これ気をつけて、やばいかも。はい、結構硬い。いいよ。結構硬いよ。俺が止めてあげる。どういうこと？全てを受け止める。ああ、意外と柔らかい。普通に柔らけえじゃん。そういう問題じゃない入り方だってクラブ。結構手前から行ってたよ、硬いの。なんかさ、インパクトの前にシャフトがこっち向いてる。うん、なってる。並木逆バージョン。マジで直そうかっちゃん、それ。はい。直んの？直りそうか。おー、うまい。ナイス。カットで。俺が先にパーを入れて。で、俺がつく距離感だけ。待って、これスライスなの？うん、スライス。全然ダメだ俺。読めてない。読めてない。かゆいんだけど、もしかして何かに刺された？
俺の刺されたよ。一応より買いんだよ。お先です。危なあれテロ、今のあれナイスパー。ミンゴルだったら点数高いから。今のはクルクルパッド、クルクルパッド100点100点あるけどね。20点ずつじゃなかったっけ。20だったっけ。うわ惜しい。チャンス。ナイパ。やばい、使いこなしてる。アトマックスを申し子、アトマックスの申し子申し子です。違反の申し子あ、ちげえ、俺こっちにマークしたの。カメラマンいると楽だね。ありがたいよ。ありがたい。2人もリップスいいんだろ。リップすぎる今日どうやって編集すんだよ編集は大変だけど。編集大変。マジプロデューサーっぽいわ、うん、プロデューサーだよ、ね。よし。いやー、おー、ナイス。やばいやばい、1打差、1打差、やばい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 。ナイスバーディー。スコアいいじゃん。はい、ナイスバーディー。ナイス。おー、ナイス。いや、俺らがアトマックス使ってたら、うん、今頃何アンダーぐらいよ。なわけにいいじゃん。OB で終わってる。いや、多分ね、ボール買い直してると思う。なくなってると思う。3ホールぐらいで。アマゾンだよ。ラウンド中にアマゾンだよ。アマゾンでウーバーイーツ。どういうこと？え、どういうこと？あの、いい、大丈夫。あの、なんでもない。なんでもない。え、ボールって？ちょっとよくわかんなかった。あ、そうか。青。青。わざと。わざと青してる。一回わざとじゃないとか言って、かっちゃんの T、これぐらいエンターの腕に入んなかった。やべえから。ないないない。刺さったから。あれ、俺、未だに覚えてんだけど。いや、あったあった。俺は鮮明に覚えてる。そんなバイオレスやんないもん。やってた、やってた。いかないパターンね。いやもう、それはしょうがない。血が出てたもん。あはははは、はっや頭ぶつけてでも取られたくないから。さあ立ち上がれ、髪の毛たちよ。懐かしい。消臭力。頭皮に優しくだよ。全然違う。初めてあの池心配してる。これ竹井壮太やった。ん？あの池が心配。1分50秒。確かに。めっちゃ速い写真。おー、うまい。これ飛んだ。ナイス。なんか人が出てきた。おー、ナイス。おー、ドマン。あー、飛ばないから。飛ばない？うん。あそこで大丈夫だったね。このボールでも俺ちょっと右打たないとやばそうじゃない俺。さすがにあれ超えるでしょ。これでもあの池超えるかな、このボールで。池は超えるだろう。でもキャリー、キャリーが出ないんだ。池だって230-240でしょあれ。250しかキャリー出ないこれ。おー、やばいやばいやばい。いいでしょ、行くでしょ。ほら、いやいやいや、マジで行かないんだ、あの振りで。やばいよ、これ。こんなにキャリー出ないのやばすぎるって、このボール。あれだったらスプーンで超えるよ。上げてるし。上げてるとかじゃないんだよ。フォローでも多分入るよ。うん、フォローの方が入る、なんなら、うん。ドロップして。これ、なんで T 乗んなくなっちゃったんだろう。やばいね。やばい。やばい。ウニ点々。うっ、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 あぶねー、耐えた、あぶねー、キャリーはアウトだったよ。お前フェアウェイじゃん、うまっ。いや、どさ、どさきっぽ下なんだよね。ここ3000怖いんだけど。そうだね、木の上。左からフェードしたい。右からフェードじゃない。それ、OB やろ。翔太3000だよ。3000怖っ。まだ水を食べ放題3つぐらい溜まってんだよな。うふふ、あれこれぶち抜けでしょ。これ飛びすぎたかも。やべ、やばいかも。あ、全然大丈夫。あ、いいな、飛ばないって飛ばないっていいな。つくわ、マジで飛ばないっていいな。今の風風風いいな。危ねー、上げてたね。上げててよかった。え、いや、そこまで剥げてないと思うけど、うん、
ハゲてないやん。もうハゲてはない。そこまではハゲてない。そこまでは。キラ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 お前さ。キラ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 お前さ。シャイニー？シャイニー？シャイニーね。シャイニーそば？有名な。シャイニー。一番。シャイニーとね。超有名。シャイニーそば？シャイニーとい。シャイニー。シャイニーとい。シャイニーとい。シャイニーとい。ナミキさん？ボディービルダーみたいな。それアザミね。シャイニーアザミっているの？いるよ。入るんだ。そう。めっちゃマッチョでかっこいいよ。うん、ナイス。ナイス。おーナイス。おー、あれ聞いたことないし。ない。あ、ないじゃん。超有名でね。聞かせて。歌手。そう。ジェイコブ。あの爽やか。著作品。これ勝つやつ。これ俺。今生き物係か。シャイニーにといかぐらい聞いてマジ、うん、でもさ、普通にさ、いい歌じゃない？どういう歌？なんか結構元気出る系の。どういう、ちょっと歌ってみて。なんかあ全然聞いてないじゃん、こいつ。シャイニーすごいラフルだよ。もう土がここまで来てない。地面先に当たってるもんね。やっぱあれ買ってもらおう、翔太に。買うからちょっとやって。ちょっとヘビーだったね。うん、ジェントルー様で。しかも外してるし、2回も外してるし。それも入んない。ジェントルー様外してる。ディポット。いや怒られる。いやいいよいいよ。筋肉痛が。え？そんなに来たの？あディポットね。うん。なんでそんな取れんの？これはやばいかもしれない。お出たいでしょ。これは置き直せる。えエンター何ヤードだったの？120。120、122ぐらい。54 52これやばそう。あ、入んねえわ。カツヤよりひどかったよ。俺よりひでえな。まあな、リポットだから今のはしょうがない。いや、優しいな。やったわやったわ、すまない。残像が、砂の残像が漂ってる。あ、そっか。そうだ、やら大丈夫、これ3000円のプレッシャーでシャンクスから。羽が、うん、ピンまで111ヤードです。いいこと。ちょい右ぐらい。これマントビじゃん。いや、いや、いい。うめえ。なんだよ、うめえな。そう、つまんな。メンター頑張れ。頑張ります。うん。この40歳、容赦ねえ。容赦ねえな。しかも40歳で定着しつつある。そりゃそうだろ。90人に説明するときにもう通してるもんね。俺40。センター今年で40。もう40なんですよね、あの人つもう40。待って。ちょうどいい。そしてちょうどいい。ちょうどいい。やばい。じゃあ俺最近ダウンブローさ、9ぐらいで行くんだけど、うち。あ、そういえば俺、成田のあそこ行ってみるわ、今度。どこ？あ、ありがとう。あの、なんかおー、ナイス！インドア。あー、うまっ。完璧。パーでしょ。あ、人前みたいな。俺これか。入るよ。さあ来い。もうちょっと来い。弱い。あー、弱いのか。ビビってるわ。ナイスパット。やった、最後。リポットに惑わされた。あ、そっか、もうパーパットか。そう。勝ったわ。クラブ買わないと。あぶね、はい、クラブ何買おうかな。何買う？なんか全然罰ゲームっぽくね。俺でもピンのユーティリティ欲しいんだけど。あ、本当に？マジで。欲しいもんあんの、クラブ。え？あるんだね、欲しいもの。ピンのユーティリティ欲しいんだけど。あ、ピンのユーティリティ、うん、あれ買っちゃん持ってる。ニユー使う？あ、使う使う。あ、じゃあ俺買っちゃんから買うわ。買う？うん。あれ確かに。マジで欲しい。俺やべえ、ガチャ目かな。1万円くらい。うん、じゃあ買う。買った。個人の場合ではオッケー。うん、オッケー。オッケー。ボディです。どんまい。なす。じゃあ俺翔太からコブラのドライバー5000円で買おう。高いよ。やべ。ナイスパー。おーい。ナイスパー。うまいね。5000円で買うわ。じゃあ俺株式会社ショータイムゴルフ1万円で買う。ナイス。はい、株主優待券なんか出るのかな。株主優待券なんかある？なんか
欲しい。ショータイムゴルフ買おう、株、うん、株主優待券非常上でも買うわ、うん、買う買う、なんかあんのかな、うん、ナイス。1ヶ月1個ポララのボールプレゼントいらね月1円アトマックス1ダースだったら買うよ。それいいね。それだったら買うわ。高いよ、うん、4万くらい。配当めっちゃいいよ。いい配当だ ね、 年間やばいよ、うん、40万ぐらいいくよ。そう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 。はい、ということで結果発表ということで、マリメアスがね勝ちましたね。勝ったね。2打差1打差か1打差結局うん、2打差、最後2打差。そっかそっかそっか。はい、ということで、まあ、アトマックスの勝ちだね、うん、アトマックスが強かったね。どうでしたか、そちら。やっぱ飛ばないのはダメだね。ダメだ、すまんね。全然曲がってなかったけどね。いや、曲がんねじゃなくて飛ばねんの。飛ばない、うん、OB なかったじゃん。いや、OB、華やかに散りたいじゃん華やかさが足りなくて、リスクを取ってその先に見える。そうだよ、無謀の先に勝利があるんだ。ギャンブラーだからダメだから、ね、話し通じない、うん、やっぱ飛距離が全てだ。これはマジで飛んだね。すげえ飛んだ、うん、やっぱそれだね。今まで行ったことないとこ行ってた。ショータやばかったね。マントビ勝ちはあんま買わなかった、まあ、いや、では飛んだよ。飛んだ、ちょっと結構飛んだよ、うん、すごい、うん、ショータがでもすごかったよ。やろ、テックはどうだった。まあ安定ですね。そうだね、うん、安定のテックだったこうやってこうやってね、うん、やっぱ、ね、絶対的な信頼があるからテクテクテクに、うん、その通り、うん、今日はね、いろんな種類、うん、実は使ってましたけど、うん、実はね、実はねこっそりとね、あ、こっそりと実はこれは俺は普段から使ってるから、うん、これとね、これもお気に入りなんだよね。これなんか距離使わないで、なんか音楽流しますこっちで音楽流して、こっちで距離測ってる。そう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 。でいい、なんとこちら今一番ーーあと一番いいテック。俺これ使ってたわ、うん、俺もこれ使ってる、ね、これなんとちょっと安くなっております。マジで、お買い得でございます。これ一番いい。いやいや、嘘、これだってこれだよ。これいくらになったの。前が4万5千円で、うん、はい、3万円で。安っ、1万円で使うの。安っ、そんなに儲けてたの笑ってる。笑ってます。これ確か色ついてないやつが3万5000とかじゃなかったっけ。そう、確かそうだよね。3万5000ぐらい。うんうん。安っ、マジで。それはお買い得すぎる。これ、うん、マジで性能いいから、うん、だってバイブレーションもあるし、うん、一瞬で分かれるし、高低差もあるし、うん、でピンも赤色だから見やすい、うん、見やすい、うん、手ぶれもあるし、なんと今は1万円、うん、マジ安さがって3万5000円。3万5000円、やばい。バイブついてんのやばい。マジ気持ちいいからこれ、うん、気持ちいい。測る瞬間にもうエクスタシー。え、そしてこれもあれですか、スタンダードについてる。マグネットタイプのやつはスタンダードでも完全に落ちない。これがつきまして、前ね、お騒がせしましたから僕が、うん、ファーストホールで騒がせ、速攻でなくしてたから、その心配がなくなった。おお、これあのここに、お、すげえ、そう、こうやるからなくさないやん。もうね、離れてもなくさない、うん、へえ。で、お値段据え置き。もともと安いもんね。もともとね、安いから、ね、出ました、で、ショーターだ。で、俺これだから。おお、懐かしい。懐かしいな、これ今日使ってた。使ってたじゃん、今日使ってた。いや、知らないの。え、今日使ってた。こっそり使ってた、俺。マジで。うっそ。だから俺、スコア良かったもん。だからか、だからなんだよ。ということで、はい、テクテク皆さん、はい、あの、はい、値段もね、お手頃になってね、はい、これ3万5000円はいいね。安い、はい、うん、ということで、はい、もし気になった方は見てみてください。やよら。